私は YouTube で政治に興味を持ちました。 YouTube なら政治がわかる、議員がわかる。 YouTube なら議員の動画で公開討論できる。次の選挙は YouTube を見て投票します。パソコンの方は白枠内をクリック、スマホの方は動画下の説明欄から見れます。スマホは動画右下の下三角をクリックすると説明欄が開いて URL をクリックできます。ありがとうと言われる人、ありがとうはスタート。ありがとうというのは幸せになるためのスタートラインです。最終的にはありがとうと言われる人になることです。どうすればありがとうとたくさん言われるのかな。人に物をあげる、これは少し傲慢かもしれません。たくさんの買い物をする、お金持ちになってたくさん買いたいですよね。人が幸せになることをたくさんする、それはいいですね。どうすればありがとうと言われるのか考えてみましょう。では今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっとあなたに幸運が訪れますよ。